木の彫刻をテーマに全国公募した作品を集めた恒例の展覧会、木彫フォークアート大屋が養父市で開かれています。仲睦まじく寄り添う山端、今にも鳴き声が聞こえてきそうです。こちらは気持ちよさげに寝転がる犬、背中には柔らかそうな布がかけられています。養父市の大屋ホールで開かれているこの展覧会は、全国から公募した木彫りの作品を審査し展示しているもので、今年で30回目を迎えます。グランプリに選ばれたのは大阪府の高山泉さんの作品、人見知り。本を片手に、一緒に読まないと話しかけたい猫ですが、一歩踏み出せず、服を握りしめてもじもじする様子が彫られています。すごい思いました。なんか表情から何からねえ、木ですよ。現代美術とかそういったちょっと難しい作品ではなくて、こういうほのぼのとした作品を見ていただけるということで、来ていただいた人にもまあ喜んでもらっていると思います。この展覧会は今月29日まで開かれていて、近くにある木彫展示館では歴代のグランプリ作品などを集めたコレクション展も開かれています。